はい、皆さんこんにちは。今回は第48回ということになります。それでは早速中に入っていきましょう。 At the calligraphy class he had audited at Reed Jobs learned love typefaces with all of their self and sans-serif variations proportional spacing and leading。このリードっていうのは彼がね、調剤通ってた大学ですけども、彼がオーディットっていうことは、いわゆる調校生ですよね。調校してたこのカリグラフィー、習字のクラスで、ジョブズは何を好きだったかと、タイプフェイスはいわゆる活字の字面ですよね。を好きになったと。All of their self and sans-serif variation って書いてますけど、セリフとかソンセリフっていうのは、こういうことですね。はい、今画面に出ましたけども、この画面の上の方ですよね。画面の上の方のここに書いてますよね、ここですね。ここに The small decorative piece on the ends of each character called self って書いてますから、この部分ですよね。これがちょっとデコラティブ、ちょっとこうね、飾ってるような感じが、ソンセルフのソンっていうのは、これはフランス語で without ですから、セルフのない書き方っていうのはこれですよね。これがいわゆるソンセリフっていう、セリフをつけない、そのデコラティブピースをつけないやつですね、終わりの方に。はい、こういったものとか、それとかプロポーショナルスペーシングっていうのは、いわゆる文字と文字との間隔ですよね。それからリーディングは、これ行間、こういったものに非常にこう凝り出したんですね。好きになったんですよね。こういったもののタイプフェイスを好きになった。When we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. He later said of that class. で、我々が最初のマッキントッシュコンピューターをデザインしているときに、すべてが自分にこうね、カムバックしてきたって書いてますけど、要するに蘇ってきたんですよね。あ、そうだ。あの時習字のクラスやったなっていう、あのクラスのことについて言ってるわけですね。すなわちカリグラフィークラスのことを思い出したわけですよね。カリグラフィーが役に立ってるわけですよね。Because the Mac was bitmapped, it was possible to devise an endless array of fonts, ranging from the elegant to the wacky, and render them pixel by pixel on the screen. で、マッキントッシュっていうのは、ビットマップっていうのはもうね、点で作られたあれですよね。いわゆるディスプレイ上に、このちっちゃいビットのようなものをバーッと合わせて文字とか画像を作るわけですけども、ですから、いくらでもエンドレスって書いてますから、終わりのないアレイって書いてますけども、まあ、なんですかね、人揃えっていうか、それのフォントっていうのは文字の大きさとかそういうやつですよね。いわゆる日本、書体ですかね。そういったいろんな大きさ、をデバイス作ることができたと。それは、range from to ですね。A から B に及ぶんですけど、エレガントな形もあれば、ワーキーっていうのはちょっとこう、ヘンテコというか、ちょっと一風変わってるっていう感じですね。おかしな字体も作れるし、それらをスクリーン上でピクセルバイピクセルだから、まあ、ピクセルごとにそれらを作ることが、まあ、できるということですね。いくらでもこのバラエティが、バリエーションが効くということですよね。はい、ピクセルはこれ日本語でピクセルって言うんじゃないですか。画素ですか。はい、いわゆる画素ごとにそれらを描くことができると。レンダーっていうのは、まあ、この場合描くっていう感じですかね。ことができるということで、いろんな形が作るんですよと。ビットマップを使えば、まあ、いわゆる点点点点点っていう形でいくらでも形を作れると、こういうことなんですよね。はい、こういうこのカリグラフィークラスっていう書道が彼のね、この、こういうことに非常に意識を高めさせたということなんですよね。普通だったらもう普通の文字でね、タイプライターみたいな文字だけで十分だと思いますけど、それがちょっと違うんですよね。いろんな書体を考えているということですよね。やっぱりこの辺が違いますよね。ジョブズの考えるところは。